なさん、パンジャラさん、ひとりごとさん、ギフトありがとうございます。みずきちゃんも短冊、パンジャラさん流れます、ありがとうございます。フォローしました。達也くんありがとうございます。お疲れです。今日はみつとラジオをしてました。みつちゅちゅちゅとラジオがありました。こんばんは。セイガさん、トシヤくん、ギフトありがとうございます。フクちゃん、流れ星ありがとうございます。50カウント完了ありがとうございます。お楽しみにです。そう、コウコちゃんね、写真を24時間だけ公開してます。アリコッコの写真を24時間だけインスタのストーリーの方に更新してます。公開コン、ん、公開してます。見てください。七夕だから浴衣配信、そういうことね、そういうことね。あいつはお話し会で来たからね。この微妙な長さの触覚が気になる。なんだこの変な長さは。この服かわいいでしょ。この服もそう、最近ゲットしたんですけども、ここになんか四角く開いとるやつがなんか惹かれるね、最近。なんかでもね、あるんやね、チョーカーつけてもいいんやけど、2個こうつけてもいいんですけど、なんかそうしたら首がね短く見えるような。そう、せっかく僕開いとんのになんか短く見えるような気がして、別につけてもいいんやけどって感じだけどつけてない。平粒さん、流れ星ありがとうございます。パルコで買った、パルコで買いました。これも買った、牛柄の短パン。わよ、牛柄の、これもパルコで買った、同じ店じゃないけど。ひろつぐさん、ブラブー、ありがとうございます。ひろたんたん、くりちゃん、星さん。ありがとうございます。よし、よくです。嘘、買おうか悩んだやつだ、マジか。なんか色もあるよね、白白黒、何だったっけ、何色があったっけ、3色ぐらいあったけど、私は黒が好きだったな。ここが好きって感じとか。テンパーのたけさんも流れ星、ミチェルボーリさん、リフトありがとうございます。
パルコなくてつらい。佐賀にもないらしい。佐賀にもパルコないらしい。毎日ユニクロ面白い。いいやん、ユニクロで。ユニクロ、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 ユニクロ。違うブラウス買ったな。でブラウス集まるよね。集まるよね、というか。なんかこの夏はね、このってこう1枚しか着ないから、なんかこういう系のブラウスが増えてく気がする。コウコちゃんとはでも発端というか、発端はまだやり残してた仕事があってっていうとして、そう、私もちょっとよくわからんけど、ST としてやり残しとったなんか仕事があったらしくて、それをするために来たんですけど、そうだったらもう広島に来るんやったら遊ぼうってなって、そうですね、2泊してましたね。でも言うて2泊したんですけど、何、その2泊とも私が暇人だったわけじゃなかったから、全然どっかに遊びに行ったよとかなかったけ、悲しかったです。そう、ツアーのレッスンがあって撮影があってって感じで、そう2日とも休みじゃなかったからさ、そうあれだったけど、でもご飯、夜ご飯食べて、何したっけ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。あ、レッスンに迎えに来てくれて、夜ご飯食べてとか、一番楽しかったって言えば、花火しました。初めて、今年初めて、人生で初めてじゃないけど、そう、で普通にこうピーンって持つやつね。ピーンって持ってやる花火を今年の夏初めてやりました。あれやったらなんか夏っぽいね。めっちゃ久しぶりにして、でもそう、手持ち花火を買いに行ってから今年の夏初めてやりましたよ。楽しかったです。線香花火もやったし、なんか鬼滅の刃意識しとるやつみたいなやつ。刀みたいな、なんか狂気じゃねえよ。なんだっけ、なんかいろんな色になる刀風花火とか、まあ、いろいろセットになってるやつを一個買ってからやりました。花火懐かしい。鬼滅の刃風みたいな。風です。こんばんは。スイカ割りはしてねしてね。夏満喫しましたね。でも お見送りもできんかった。なんか悲しすぎ。そう、私が今日はレッスンがあったんですけど、そうレッスンに行ってきまーすってところを逆にお見送られた感じで、そう今日は帰ってったんですけど、広島駅でお見送りすることができんかった。悲しいです。スラピです。日
曜の話が楽しみすぎる。イエイ、アイさん楽しみ。もうこの土曜日と日曜日だね。広島のお話し会もメールで送ったんですけども、広島25日、1月25日の広島会場である直接会えるお話し会も今受付中でございます。えい、あ、テロップに書こう。直愛これわかるかな。どう、直接会える、略して直愛直愛お話し会、広島受付中です。イエイ。そうね、私は佐賀に行きます。今度は申し込みます。嬉しい、ありがとうございます。もちろん申し込みます。うらぽよです。わかる、直愛お話し会、広島受付中です。そのレッスンでボサボサになったのもあるし、なんか湿気、雨降ってたよね。雨でなんか湿気でもうパヤパヤです。髪の毛もうパヤパヤです。スランプくん、七夕の短冊ありがとうございます。申し込みました、ありがとうございます。広島で会えますよ。一択っす、やったね、やったね。コロナに痛感した、確かにね、普通やったのにね、普通やったのに。七千静さん、え、めっちゃ懐かしい、ありがとうございます。七千静さん無音だけどハートありがとうございます。嬉しい、お久しぶりな気がする。24日当たると、あー、僕恋ね、僕恋公演、こんばんはコメントが欲しい、なりすぎる。それな、なんて書いてるのなんて書いてるの。僕声も投げてるのは嬉しい、ありがとうございます。僕声公演24日は昼夜ですよね。2公演、僕声の2公演は初だ多分。なんだこりゃ、ヨーヨーなわけね。平つぐさぎ、ありがとうございます。なんじゃこりゃ。中学生のうちにそうなんだ、コース買ったのにもう高2っていうね。確かにね、確かに早いね、時の流れは。もう高2でござんす。高2でござんす。シェルボーイさん、ハートありがとう。10日のお話会行けるようになった、やった、
楽しみです、待ってます待ってる、まあ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 待ってる。七夕の笹か、これ笹なんだ、かわいい。ささ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 そうですね、お話し会がありまして、もうツアーがさ来週っていうのがやばいね、早っ。山口の初日が来、もう来週の日曜日っていうのがもう信じらんない、私には信じられんほんまに、ほんまに言ってるね、やばい、間に合うのか、まるこちゃん、平継さん、ギフトありがとうございますね、早い。でもなんかいつも間に合うのかって感じで言ってる気がするいつも、え、もう来週間に合うのかって言いながら、まあなんとか間に合っとるよねそれこそそれが STU それが STU、 なかなかね、みんな忙しいからさ、悪い博士さん、花ありがとうございます、平継さんファイトありがとうございます、こんばんは、練習しね、してないとね、ダメですね、でもさ、あのめっちゃというかさ、この配信する前になんか練習しとったりするとさ、なんかさその頭の中流れおるわけじゃん、だけどさ、あのふとした瞬間にさ、こう歌ってしまうそうになるじゃんそう、それでもうやる曲がもうねバレていったらあれダメじゃけダメじゃけね、もしあの聞こえてしまったら、あの何だっけ、聞かなかったふりにして聞かんかったふりにしておいていただけたらそう、めっちゃ思う、めっちゃ思うもん、だって練習せんととか思ってから頭の中で曲流しおったらついついなんか歌ってしまうし、なんか動く、踊ってしまういや、なんか俺のも聞いたことあるな、その歌ってなりそうふふ危ない、それが一番大変大変大変、聞いてないことにしてもらったらST の歌を歌おう、こんばんは、アリコンでやる予定の曲ね、アリコンでやる予定の曲も考えな、なアリコンでやる予定の曲、またゴムが消えたわ、いつもね、あいさここにゴムをつけてるんですよそういつもここに2、3個茶色いこのゴムをつけてねいるんですけど、なんか最近ね、なんかみんなに貸してって言われて、そこして戻ってこずに、あ、家に帰ったら1個もない
いかもない。まあいいんですけどね、あれはあのめっちゃ何個も何個も連なって なんて言うんだこうめっちゃいっぱい入って売ってあるやつを買ってるからまあいいんですけど。ここにいつもついてるの私のゴム。家に帰ったらなくなってる。それからアリサが衣装のとこ公演の時とかにあるあるなのは公演の衣装を着るまでここについとって、そう衣装着た時についとったらやばいやん。だから衣装のところにこう置いてここにつけるのを忘れてそのまま帰る。帰ったらもうなくなった。あるある。まるこちゃん花ありがとうございます。あーピンね、ピンは確かにピンはなんか分からんけどこれありさだけかも、あるある、全然あるあるじゃないかもしれないんですけど、何お風呂入る前にこう取って全部取ってから入るけど、普通になんか 髪の毛を洗い寄ってあゴムがついてるっていうことに気づいて、であのお風呂の蓋のところとかに置いとくんですよ湯船の。そしたらあのその取って帰るのを忘れてそのままこう蓋を閉めたら、あのお風呂のこの浴槽のところに落ちてそのままあの錆びつくみたいな。お風呂に錆びついていってめっちゃ怒られる。2、3回やったな。あるあるじゃない？ないかな。そうあれ浴槽ん？お風呂の湯船のところに入ってその放置みたいな放置してたら錆びつくんですよ、その形にピンの形に錆びついてめっちゃ怒られる。うん、妹がやってた。あるある。なんで落ちたの取ったら拾うでしょ、知らぬ間に。お風呂の蓋をこうペロンってめくってるじゃないですか、その蓋の上にこう置いたらこうガラガラガラってこう閉めた、お風呂の蓋を閉めた時にヒューって落ちるじゃん、そのまま錆びつくわけ。絶対伝わってないなこりゃ。ただきあずみに来たよ、ありがとうございます。のんちゃんコバありがとうございます。あり、あ、そういえばめっちゃ面白いね、あのものをママが買ってきてくれて、そうあれショールームでやろうって思ってたからまた今度やります。ちょ今持ってきてない。持ってきたらよかったね、また持ってきますわ。あのね1個ね 4個4種類買ってきてくれて、そう
一個はコウコちゃんとやったんやけど、めっちゃ面白かった。駄菓子系のやつなんやけど、駄菓子じゃない、じゃーん、たこ焼きです。たこ焼きです。よく見るともう普通に美味しそうなたこ焼きに見えるんですけど、これはあのスライムなんですよ。すごくない？このたこ焼きの生地はもうなんかサク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 みたいな、触り心地はサクサクでこう伸びる系のやつなんですけど、スライム、これはサクス、スライムではない、もちもちではないんですけど、このたこ焼きにかけるこのソース、そう、このソースがスライムなの。ピローンってなる、手にひっつかない、ベトベト、水っぽいけど手にひっつかない、このソースがスライムでできてる。すごくない？食べれないんですけど、遊ぶよ、作って遊ぶよ。めっちゃ楽しかった、これ作ったん。たこ焼きできた。そう、見たやつ団子に見えるよね。わかる、あのソースが多すぎてさ、思った以上に作ってできたソースを全部かけたらなんかびちょびちょみたいな、液まみれになってみたらし団子みたいになった。食べれない、食べれない、スライムです。遊ぶやつ、遊ぶもの、遊ぶもの。お皿もセットについてる、セットについてるやつで、これは何？工作みたいな、切って全然見えんやん。え？全然見えんくなった。切って貼ってみたいな、したらできるやつ、セットの中に入ってる。サイモンさん、ハートありがとうございます。すごいでしょ、あのね、青のりみたいなやつも緑の紙をこう切って乗せる。すごくない？スクッチー短冊ありがとう。あ、そうそうそう、あの青のりがなかったらほんまに何かわからん、ほんまに何かわからんかったけどね。紙、のり、のり紙だよ、青のり紙でできてます。普通に緑の折り紙みたいなやつを切って。面白かった、これ作るの。スライムでも飾ってくれない、飾ってくれなかったから捨てられたけど。そう、ねっちょねちょになって捨てられたけど。あと3種類ある、たこ焼き以外にあと3種類あるから作ります。ショールームで作ります。駄菓子じゃない、駄菓子部門からちょっと抜け出してスライムになった。サイモンさん、マルコちゃん、ギフトありがとうございます。捨てられてしまいました。いやー、これも思い出やな、花火してたこ焼き、たこ焼きスライム作った。思い出です。はじめまして、はじめまして、 ST48 広島県出身のありちゃんこと峰吉ありさです。
かったら右上のハートを押してルームフォローお願いいたします。ありがとうございます。かじゅうさん、あーそう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 、メイクされました、こうごちゃんに。あれはひどい、あれはガチ姫にひどい。なんかメイクもう何もすることなかったから、そう、あの久しぶりに会ったからメイク道具の話になったんですよ。そう、最近あの新しく買ったやつはないんかって言ってから、そう、よく普通にエスティだった頃もあのメイク道具の見せ合いをしてたんですけど、これマジいい、これマジいいけみたいな教え合いをしてたんですけど、そう、それしたらなんかあの使ってみようってことになりまして、そうメイク始まったんですよ、私の顔にメイクするのが。そしたらなんかアイラインめっちゃ描きおるなと思って、え、なんかアイライン長すぎじゃねってとこから始まって、なんかえ、なんでここにアイシャドウ塗ってんねんみたいな、これ後でもうぼかしてチークにするんやなとか思いよったら、なんかめっちゃえぇ、ー、みたいな。でも最後はやばかった、唇、全然唇じゃないところにリップ塗られてあんな顔になったの。でもあんな顔で3時間ぐらい過ごしとった。そう、あの顔で、そう、あの顔で3時間ぐらい過ごしてましたね。面白い。コケ谷くん、短冊、平らつぐさん、かわいい、ありがとうございます。いや、さすがに外には出んかったけど、リアルで見たら絶対惚れるわ。絶対嘘な。ゆうさん、初見ありがとうございます。こんばんは。 ST48 の広島県出身、ありちゃんことみなよしありさです。よかったら右上のハートをしてルームフォローお願いします。ゆうさん、ありがとうございます。うん、でも確かになんかアイラインはめっちゃうまかった、うん、出そうかな。なんか見え、あ、これ見てん。アイラインの羽方めっちゃうまくね。普通にこうやってアリサの顔にこうやって自分の顔じゃなくて人の顔にやってんのに、あと眉毛めっちゃ赤にされて口がやばい、もう唇じゃん、全然唇じゃないところにリップ塗られる。唇がやばいもん、おもろすぎません？知ってる、嬉しい、ありがとうございます。跳ね上げ跳ね上げラインできないから、すごい自分で。アリサは、あ、別に舐められてもいいから分からんけど、舐められたらいけんかもしれんけど、そう、別に跳ね上げのなんか気が強そうな顔よりかは
こうあんなに垂れ目みたいな、垂れ目ラインみたいなにして、こう下目にしてパンダとかタヌキみたいな、こうね、こんな形よねみたいな目になるのが好き。舐められたらいけんかもしれんけどね。ポンポン山さん、短冊ありがとうございます。だけどどうやって跳ね上げるんかが分からんのよね。跳ね上げ方が分からん。やったことない。こう言ってやる。え跳ね上げ方が分からんねえ。こうクイーンってこう上に上げるんよね。こうのへんへんみたいな、何考えてるんかなぐらいさの顔がいくない。どっち派ですか、あなたは。どっち派。こう跳ね上げたらもうキリッキリッって感じの、もう意思をぶらさない、私は気が強いんだみたいな女の顔になって、こう垂れ目だったらもう何考えてるんか分からん感じの優しいタヌキ顔になる。ゆうきくん、だるまありがとうございます。目尻つけま、つけま、ね、つけまめっちゃつけてた、ちっちゃい頃。まさかのちっちゃい頃、小学生の時とか、小学生よりか前か、小学生じゃない、6歳とかぐらいの時につけまつけてた。やばくね。何考えてやばいよね。右側だけメイクして左側のメイクを忘れて外出したとか。ありがとう。それはさ、いやアリさんも大抵あのアホだって言われるけど、そんなアホではない、そこまでアホではない。やばくない、普通に考えて朝起きてメイク始めても全部左だけやるみたいな、左だけ眉毛描いて、左だけとりあえずメイクしてティーク塗って、右側だけ、右片っぽ忘れて家出ることはないね。あったらすごい。あったらすごいよ。アリサのタレが好きだ、本当。なんかめっちゃね、めっちゃここが失敗この跳ね上げラインは失敗してるんですけど、めっちゃなんか長くやってしまう癖がある、アイライン。なんかよくわからない、正解わからんよね。チョンってめっちゃちっちゃいさ、めっちゃちっちゃいというかめっちゃ短くしか書かん人もおるけど、あの人はなんかこんぐらい1センチぐらい長く書いてしまう。ここまで目だって見えるやん、なんか分からんけどめっちゃ長く描いてしまう、正解が分からん。
たこの涙袋のラインはやめられん大事すぎる、ほんまにやめんさいって言われるんですよ、誰とは言わんけど誰とは言わんけど、この目の下の線はほんまにやめんさいって言われるんですけど、これはないとダメなんだよこんばんは。これはでもあかりんさんもやめられないって言ってたし、あかりんさんはここの二重のところにも書くって言ってたし、そう、これはあかりんさんもやめられないって言ってたし、あと普段あのメイクさんにいっぱいメイクしてもらってから、そう、こういうのとか書かんはずなモデルさんの、そうモデルさんのあのタヤライムちゃんもやってた仕上げにここに線を描きよい、まあすぐぼかしとったけど、こうやって完成みたいな感じでやってたから、そう大事なんだと思う私は。あとね、神国領、神子ちゃんじゃなくてタヤライムちゃんに憧れてというかがあの YouTube で紹介してたコスメを買ったってコクちゃんに言ったら、すぐ真似するって言われた、またそう、すぐ真似するって言われて、あと系統が違うからって言われた、悲しい。どっちかって言ったらカノンちゃん、もう確かにそれはそうだよね、タヤライムちゃんには全然似てないからあれなんですけど、どっちかって言ったらカノンちゃん寄りだからってガチレスされました確かにそれはそうなんだけど、でもさ、あれじゃん、あのさ、真剣に考えようとするじゃん。そしたらさ、誰も使ってないさ、いいんか悪いんかもようわからんさものをさ買うよりさ、誰かが使ってこれかわいいですとか、あのこの掃除機使いやすいですとか、なんでもいいけどさこの水筒は冷たさ持続しますよみたいな、誰かがさこれいいよって言っとったやつが欲しくならんっけね。いいんですよ誰も使ってないのにさ見てさ失敗するよりかはさ、いいよって言ってたやつをやってみ、買ってみてみたいな方がいいじゃん。でそれで自分に合うか合わんかは知らんけどみたいな、うん、ねえ、一回誰かがいいよって言っとんじゃけん、まあ、取りもいいよね、取りも悪くはない悪くはないと思って買ってみたらね、その気持ちは大事、真似じゃない尊敬の眼差しです真似じゃなくて尊敬の眼差しです。これいいよって言うとみんな使ってくれるでしょ、そう、おすすめされたらみんな買ってしまうんですよなっしーくん、ありがとうございます。 ST48 のみなしありさと申します。よかったら右上のハートをしてルームフォローお願いします。ふなっしーにまでショールーム見てもらえて嬉しいです。話は評価とか高いの買うでしょ、大事よね、人の意見大事よね。あー、このアイテムいいよって宣伝して会社から頼まれてる、なるほどね、確かにプロモーション含みますとかね、よく出てくるよね最近 YouTube 見てて、何月の購入品動画とかおすすめ、最近の購入品とか
見て、いいですこれめっちゃ良かったですって言ってプロモーション含みますから書いてあるもんね。うん、あ、私は全然あ何もプロモーションないです何もまだあの頼まれてない真っ白な女なので何でもお待ちしてます何でもお待ちしてますうん、あ、スライムたこ焼き売れるかな、宣伝していこうかなコンビニが好きだったけどそうね、コンビニ探索が好き。最近ね、あのね、新しい美味しそうなアイス、美味しそうなじゃない、美味しかったアイス見つけました。あのまあこれは成功品なんですけど、全部そのシリーズ全部美味しいんですけど、スーパーカップのわかりますか、あのショートケーキシリーズ、あった、いちごのケーキとか抹茶のやつとか、そう、あのこれまでに出てきたんですけど、その新しいの初めて見たの、じゃん、スーパーカップの白桃、白桃タルト、白桃のタルトっていう、そう、これめちゃめちゃ美味しかったです。これやばかったです。プロモーション含みません私が好みで今日食べたやつ、あ、それ、これめっちゃ推してたんよね、アリサ、いちごのショートケーキ、いちごショートケーキ、これめっちゃ美味しかって、これから入ったんですけど、そう、他にもいろんな種類がこれまで出てきて、今日初めてこれ見つけた、白桃のタルト、めっちゃ美味しかった。桃、果肉ゴロゴロ桃なんですよ。でなんかチーズケーキって書いてあって、その下が桃のジュレみたいに乗っとる下がチーズケーキって書いてあって、桃とチーズとか合うんかって思うよね。なんか最近さ、チーズケーキとチーズスフレ、いや、ね、よく分からんけど、チーズなんとかとさ、いろいろ組み合わせるの多いやん。そう、ま、ファミマさんのねスイーツとかもねあるんですけど、抹茶のやつの下にチーズなんとかとか、ショコラの下にチーズなんとかとか、そう、抹茶とチーズ、チーズとチョコ、チーズと桃みたいな、なんかよくわからん組み合わせとかあるじゃないですか。だから迷ったんよ、一瞬迷ったけど、買ってみたら普通に美味しかった。普通に桃が大好きなんでね、桃大好き、普通に美味しかったよ。全然合わんことはないって感じ、めっちゃ合うじゃんっていう感じでもないかもしれんけど、好みかもしれんけど、全然合わねえじゃんってことはなかったねそう、これが正直な意見、プロモーション含まない人の正直な意見なので、あの 桃が好きな人と、あとチーズみたいな、チーズと桃に抵抗がない人ならいいと思います。美味しかったです。スフレプリン、なんかわかるかもしれん、スフレ、え、なんか6個ぐらい入ってるやつかいね、なんか6個ぐらいセットで入ってない、あれ違うか、太ももが誰やねんあ、チョコミント嫌いさ、チョコミント無理、わかる、うん、チョコミントは確かに嫌い。マネネは好きだよ、チョコミント、チョコミントのアイス食べてたチョコミントはね、好まんな。
あとそばが嫌いさそう麺類は何でも好きなんですけど、そうラーメンも好きだしパスタも好きだし、うん、瓦そばとか油そばとか汁なし担々麺とか麺類とか結構好きなんですけど、年越しの時とかに食べるあのそばよ、普通のそうざるそばとかのね、あのこんにゃく色のあのそばは嫌いそう年越しそばしか食べない、食べるんかい面白い、アリス年越しそばじゃん、年越しうどんになるもんじゃけ、そばそばも好きやね、トリュフそば、へえ、いや瓦そばは焼きそばに近いじゃん、どっちかって言ったら、そう焼きそばに近いけど全然好きなんやね、普通のなんでか分からんけどそばただのそばだけが嫌いそうめんとかも別に好きだし、そうそば以外の麺類は別に全部好きなんやね、そばが嫌い、さあ、あの選べないよね、何が好きなんだろうね、うん、でも二郎系のラーメンも好きですよ二郎系の何ゴツゴツこってりみたいな油めっちゃ乗ってるこってりのやつもめっちゃ好き、麺が太いのも好き、細いのも好きだけど普通に、うん、でもなんか硬いの食べたことないな、なんかさガバだったっけ、ガバとかでさ麺の硬さ選べてさバリ方とかじゃないですか、あれとかにあんまり挑戦したことがないね、そうだからやってみたい気持ちはある、いつもなんかビビって普通かちょい方みたいなバリ方みたいな、なんか片面にしたことがないな、どうなんですか片面あんまり言うててないってことよね、こんばんは、針金、あーなんかあるね針金とかめっちゃ硬い、硬さのランクとかもありじゃん、なんとかなんとかこうとかこうとかみたいなあ一蘭好き、一蘭好きよ、一蘭髪切るの大変なやからそうな、へー粉落とし、粉落としって何、粉落とすぐらいしか茹でてないってこと、めっちゃ硬い、粉落としって何、一番硬いやつまさかのやば、こんばんは、あいあいちゃん初見ありがとうございます、 ST48 の広島県出身、あいちゃんこと峰橋ありさです、よかったら右上のハートをしてルームフォローよろしくお願いします、ベビースターラーメン級の硬さはちょっとなちょっとなって感じやな、こんばんは、でも最近ピザが好き、やばいそうプロフィールにラーメンが好きって書いてるけど最近ピザが好き、やっぱあれだよね、人の好みって、人の好みっていうか食の好みとかさあれすぐ変わるからさね、1年間もうそれが大好きっていうわけにはいかんやね、やばいよね、この7月始まってから
3回食べたよ。4個食べたかもしれん。7月始まって7日しか経ってないのに。あ、7月始まったじゃないか、6月の最後だったか。この2週間ぐらいで4個食べたかも。みんなやばいよね、4種類食べたかもしれない。1枚は1人で食べたわけじゃないけん、まああれだけど、うん、まああれだけど、そう、分けて、そう、2人で1枚とか頼んで食べたから、まああれなんですけど、それにしても4枚食べたかもしれない。やばいね、やばい、反省してます。反省してます。で、なかなかさ、家でさ、そう、ご飯とか食べに行ったらさ、なんかピザ食べたくなるけどさ、なかなかさ、あの、家でさ、配達のピザ頼むこととかないじゃないですか。だからね、ちょっとお邪魔したら頼んでしまったよね。お邪魔したら頼んでしまったよね。5、6年食べてない。嘘だ。それはもう欲してるよ、ピザを。ピザ欲してると思うよ、体が。言ってた、いいね。ピザーラのさ、鬼滅の刃のやつが食べたいの。鬼滅の刃とコラボしてるよね。タマピオが食べてたやつのやつ見て調べた。鬼滅の刃のピザがあるんだって思って調べて、あれ食べたい。でも一生私のこの家には宅配して来ないから、そう、自分で買いに、お持ち帰りするか、もう、そう、お届けしてもらえるお家に行って居候させてもらって食べるかしかない。マルゲリータピザはね、マルゲリータが一番に決まっとる、ピザは。でも最近気づいたのは、照り焼きチキンが乗った、まあ、ピザよね。それが美味しいってことに気づいた。照り焼きのピザ美味しかったな。めっちゃさ、ペラペラのさ、もうこれ生地かってぐらいさ、薄いやつとさ、もうふかふかのもちもちの生地のやつとかあるじゃん。あれはどっちも好きなんやね、選びがたい。どっちも食べて、普通にあの分厚いのがピザだと思ってたけど、なんかおしゃれな店とかだったらさ、もう薄いのが出てくるじゃん。薄い、もう取っただけでヘニ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 みたいな。ヘニョヘニョンってなるような薄いピザだったけど、あれも普通に美味しいね。あ、食感がいいよね、カリカリ。こんばんは、遊びに来たよ、ありがとうございます。普通にあの、またセブンの話になるんですけど、普通にあのコンビニで売ってる冷凍食品にピザあるんですけど、そう、オーブンで焼くだけみたいな。そう、普通に美味しいんですよ、コンビニの冷凍食品のピザも。普通に美味しいからね、おすすめ。いや、セブン、ローソンだったかな、だったらね、あの1人分4カットにしてあって、4個にカットしてあって、もう1人用みたいな、めっちゃちっちゃい、直径もめっちゃちっちゃいピザが冷凍してあるやつがあるんですけど、あれめっちゃ美味しい、おすすめして、しとく。
コンビニ大好きマンみたいになってるよね。こんばんは。スーパーカップとピザ最高すぎる、最高すぎる夕食やはー、もつなんちゃら、もつ鍋食べたい。こうごちゃんにもつ鍋食べたいって言ったんですよ、一緒に食べようって。そしたらよく考えたらいつでもこうごちゃんもつ鍋食べれるし、そう、福岡佐賀、まあ、佐賀だからさ、いつでももつ鍋食べれるし、しかもこの土日ぐらいに食べたって言ってて、もう悲しい。私がめっちゃもつ鍋っていう気持ちになったのにね、そう、完全に拒否られた。あ、こうごちゃん多分汁なし担々麺食べて帰ったわ、言ってた。そう、今日お見送り行けなくて、私が早く出たんですけど、帰る時間よりも早く出たからあれなんですけど、汁なし担々麺食べに行くぞって言ってましたね。食欲旺盛やめてよ、やめてください。でもあのスープ、最近ね、じゃがいものポタージュ、ん、ポテトのポタージュにハマって、そう、朝ごはんにそのポテトのポタージュよね、スープよね、やけスープを飲んで、で夕方まで何も食べずに過ごせたことあるよ。そう、全然過ごせる。食べないと死ぬってわけじゃないんだけど、別にあの全然過ごせるんですけど、それはでも外におる場合に限るかもしれんね。なんか公園とかなんかの撮影とか ロケとかで外におったら全然我慢できるんですけど、でも一日中暇な日をね、家におったらもう動かんし、別に外にも出んし、家の中でしか過ごさないのに、過ごさんから別に家の中におる日こそお腹空かないじゃないですか。だから別に食べなくてもいいのに、家の中におる日こそなんか、朝ごはんまだ食べてないやみたいな、お昼ご飯食べてないやみたいな、なんか食べないと死ぬんじゃないかぐらいのさ気持ちになってさ。わかる、これあるある、自分あるあるなんやけど伝わる。そう、休みの日、家におる日こそ食べなくてもいいのに、家におる日こそめっちゃ食べる。終わってます。終わってます。朝ごはんだけ食べて、そう、朝ごはんだけ食べて外にお仕事みたいなあった時とかは全然夜までもう朝ごはんしか食べてないみたいな状態で過ごせるのに、そう、家におって何にもせんくてただテレビ見てみたいな、絶対その日こそ何も食べんでもいけるやろうぐらいの日に限って3食全めっちゃ食べる。3食きっちり3食きっちり食べることが多いですね。そういうのどうにかなりませんかね。今日はお昼ご飯食べてないや。イエイ。今日は2食ですね。今日は2食だ。うん、でも朝やばい、ドーナツ食べた。朝やばい、ドーナツ食べました。そう、またカロリー爆弾だよね。カロリー爆弾用意されとってから、
一応カロリーが低め抑えられてるドーナツらしい。あんまり砂糖使ってないというか砂糖控えめのドーナツらしいけどこれ朝ごはん食べました。夜ごはんはさっきコンビニに寄ってそうみちとラジオやった後にコンビニで寄って帰りにアイススーパーカップのあの桃のアイスと唐揚げ4個入ってる唐揚げ買いましたやばい今日は緑を食べていない草を食べてない反省の眼差しねえ、あって歯が抜けたので今日は一週間やめて面白すぎるやめてほしい。ミスタードーナツでバイトしようと思ってます。めっちゃいいやん。ミスタでバイトはモテるね。性格マンジャラさん、あとありがとう。朝からカレーとかもあるよ。ありさだって何でも食べれる。朝からすき焼き大丈夫って言ってる千織さん並みに何でも食べれると思う。朝から朝だからこれはいらんとか思ったことないもん。自慢することじゃねえ自慢することじゃねえんだがこんばんは。朝からサラダだけとかの方が逆に無理や。逆に無理。朝からサラダ出された方がないって感じじゃない。朝ごはんを楽しみに起きたのにキャベツだけだったとかさ、悲しすぎませんか。朝からもつ鍋最高やん。起きたらもつ鍋あるんですよそんな幸せなことはない。朝から牛丼もいけるやろ。すき家の牛丼普通に買って夜ご飯に食べようっていう気分じゃなかった時に明日の朝食べようって思って普通に朝食べることとかありますよ。平次さんいいね、ありがとうございます。朝からマクド、朝マックもいいやん。ケンタッキーもいける。あんこ餅かあんこ餅かちょっと考えるな。そっち系ねあんこか。いや全然ギャップやないやろ。ガリガリガリクソみたいなもうさ足折れそうみたいな人とかがさ朝から焼肉とか食べよったらギャップもええやってなるけど、アリサはギャップ感じんくない。食べてそうやん3食がっつり食べてそうな顔しとるやん。あんこだけか。あんこか。あんこはあんまり好きないんだよね。あずきとかそう、そっち系はあんまりちょっと好きじゃないあんこね。あのなんだったっけ、いちご大福とかのあの白あんとかなんだ。白あんじゃないね。いちご大福こしあんとかが、それとかのあんこは別に好きやけど、八朔大福の白あんとか好きやけど、おしることおしん、あなんだっけ、白玉が入ってるなんかあれぜんざいとかだっけ、あんこ汁みたいな、そっち系があんまり好きじゃない。ダイナスをギフトありがとうございます。あれさんだと驚かんだよね。いやコウコちゃんとかがさ、いやもうコウコちゃんワンちゃん食べそう。コウコちゃん別に驚かんか、細くても。コウ
高校でもな、日によるよね。めっちゃ食べるときはめっちゃ食べるし、驚くほど食べるし、あ、食べるわ。全然食べんかったときは、全然ちょっとしか食べてないのにお腹いっぱいとか言ったときは30分後にお腹空いたって言ってるわえって感じさっき食べたやんみたいな感じでなってる。スイチローさん、ハートありがとうございます。みたらし団子めっちゃ好き。最近食べてないけど、みたらし団子は好き。あにょはせよん、あにょはせよん、あにょはせよん。저는アリサミニョシイブニラ。もう最近ね、NiziU のシーズン2、シーズン2の韓国合宿の韓国合宿に行ってるやつを見返してるんですよ今。そう、なんか分からんけど久しぶりに見たいなっていう気持ちになって、そしたらもっとパフォーマンス能力変わるかなと思ってね、今見返してるんです。かんちゃん、短冊ありがとうございます。2年前に韓国行ったので、マジか、うれしい。いいな、韓国行きたいな。アニョハセヨン、ハナトゥーセっていうのが好きハナトゥーセアニョハセヨンってみんなで言うのが好き。こんばんは。いっせーのでじゃあ日本語せーのでおはようございますみたいな感じじゃないですか。ちょっとダサいよね。せーのおはようございます、ね、花とせー、めっちゃ可愛くない？カムサムニダ、カムサムニダ、アニョハセヨン。なんか可愛いよね、韓国語って。なんであのなんか響きが、なんて言ってるかはよく分からんけど響きが可愛いね。ふうさん、ハートありがとうございます。自然になんか可愛い発音になるくない？分からんけど、うん、ましそよー、ましそよー、可愛い。言い方も可愛くなるよね。なんか言い方、言っとる人の言い方が可愛い気がな。ましそよーみたいなマシソヨマシシ、はい、分からん分かりますか？マシソヨみたいな言い方かわいい。おいしい、うまいっていう人とうまいみたいな感じで言う人の違いなんやろね。広島じゃないわ、広島じゃね、日本語で言ったら、言い方が可愛いだけだと思うけど響きが可愛いね。キャン曲、キャン曲は、マシッソよ。ハナドゥセ、ハナドゥセ、アニョハセヨ。広島弁が可愛い、嘘だよ。広島弁は可愛いか。まるこちゃん、パンジャルさん、ギフトありがとう。断然関西か福岡の九州の方の方が可愛い。方言憧れますね、憧れますね。頑張ってください。ありがとうございます。
15分だ、早い。アリサって響きわかんない。アリサ本当？アリサです。ミネアシアリサです。名前が可愛いと言われたいね。名前どうやって読む、なんて読むんですかとさ、この名前なんて読むんですかと、名前可愛いですねと言われたいよね、願望的には。すいません。すいません、私の願望。それではランキングいきたいと思います。13位まるこちゃん、12位そいちろうさん、12位、あ、すいません間違えました。13位そいちろうさん、12位かんちゃん、11位まきさん、10位ゆっちゃん、9位パンジェラモンスターさん、8位ひとりごとさん、7位なんちゃん、6位ストゥッチー、5位せいが、は今日からありちゃん推し、本気嬉しい。4位おねえ、3位サイモンさん、2位イラつぶさん、1位はドルルン、やすべさんです。ありがとうございます。今日からアリサ推し本気やて、ようこそアリサ界隈アリンコ族へ。アリサワールドへようこそ。ヨロピクちゃんです。セイガくん、パチ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 、名前も可愛いです、顔にも可愛い、嬉しい嬉しい、カムサムニだカムサムニだ。はい、お知らせはこちらです。直接会えるお話し会の広島が今受付中となっております。はい、今週の大阪と関東のやつはもう締め切られてるんですけども、ラストの25日、7月の25日に広島でラスト直接会えるお話し会があるので、九州の方とかね、広島の方とか広島に近い皆さんでお話し会取ってくださった方で、その日広島に行けるよ、広島まで会いに行きたいよっていう方は、ぜひとも申し込みしていただけたら嬉しいなと思います。広島でお待ちしております。直接会えるのでね、ドキドキド一年生、タタタドキドキド一年生って感じですね。申し込んでる最中です、ありがとうございます。そう、シリアルナンバーとかがあって、申し込みにいつもと申し込み方法がちょっと違って時間がかかるそうなので、申し込もうかなって思ってくださってる方はお早めに、はい、始めていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。あとはツアーの練習を頑張って頑張りたいと思います。ファイティーンファイティーン、頑張っていきます、申し込みます、ありがとう、楽しみです。申し込みます、あと350枚、やばー、ありがとうみんな、早く直接会ってお話ししましょう。それではまた明日も頑張っていきましょう皆さん。ファイ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 、また明日、ありがとうございました、またねー、カムサハムニダ、저는アリサミネオシ
イブニだ。グッナイ。グッナイ。